きチャンネル。ちょっ。こんにちは。さあ、さて問題です。じゃじゃん。またですか。はい。はい。ソフトバンク。はい。球団正式名称を述べよ。え？福岡ソフトバンクホークス。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解です。はい、よかった、はい。第2問。またあるの2問。何何？福岡ソフトバンクホークス、うん、本拠地の正式名称を述べよう。福岡ペイペイドーム。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。知りません。おい、知らないの？じゃあペイペイドームしか知らない。いやそれは知ってて問題出してくださいよ本当にもう何なんですか。はい、今日ね、ソフトバンクホークスね、はい、崖っぷち選手、はい、まず一人目、はい、こちらです、うん、高橋純平投手です。おー、高橋純平投手。まあね、はい、あの一時はあの、うん、現役ドラフトとか乗るんじゃないのかっていうところもありましたけども、うんうんはい、まあでももうそろそろね、うん、来てほしいところではそうですね、今ありますよ。25か、うんうん、ソフトバンクあるあるなんだけど、はい、ドラフト1位が活躍しないっていう、うんうん、確かに今そう振り返ると東浜投手以降ってあんまりいない気がしますね。だからそのね、光り輝く時あるのよ、うん、あのでもね、ずっと主力としていないんちゃうかっていう、うん、はい、うん、確かに。だからね、ドラフト1位で言うと、はい、まあ、伊比根ね、はい、で風間、うん、ね、井上、まあ、まあ若いですからね、うん、佐藤直樹、うん、海野、うん、吉住、はい、田中正義、うん、高橋純平、うん、松本裕樹、うん、やっとだね、うん、今ね、そうですね、リリーフの、うんうん、で梶谷、はい、もう移籍してるね、はい、で東山、で東山投手がまあ安定してじゃないですか、うん、2012年だからね、で私と同い年なんで、うん、もう10年目とかですよ。でその上が武田翔太、はい、山下彩津、うん、今宮、うん、辰巳、ね、うん、岩崎翔、うん、大場翔太、うん、福田周平、うん、大隣、荒川優太、うん、マッチ、ここはもうあの高卒大卒で分かれてるからね、うん、でその江川、うん、ね、でその前までは自由獲得枠か、うん、ところ、でもそう思うと本当にあれですね、ここ10年で1人2人ですね、うん、そうなの、うん、ドラフト1位、はい、頑張れっていう、うん、でももうそろそろ頑張んないとね、はい、っていうところはあるよね、うんうんうん、そうですね、うん、期待値が大きいだけにね、うん、でも2019年45試合投げておーっと思ったけどね、防御率も良かったですよね、うん、だから俺プロスピで高橋純平の A めっちゃ持ってるわけ待ってんのよ俺は、はい、早く頑張ってくれたら俺すぐ極みにできるんだよ、はい、待ってんのよ、うん、持ってんだよまだ、はい、頼むよ、ね、期待して持ってるわけですね。そうそうそう、うん、来るんちゃうかと思ってね、はい、でもまあちょっと崖っぷちだね。うん、で、続いてが高橋玲です。はい、おーちょっと高橋でこれなんて言ってもね、うん、ソフトバンクが層が厚いからね、はい、そう簡単には出てこれないわけ、うんうん、でもねやっぱり先発もリリーフもできて、うん、アンダースローでっていうところでは、うん、かなりいいポテンシャルはあると思うんだけども、うん、なんて昨年4試合だからね、うん、でその前が11試合だから、本当だな、19年は23試合ね、で先発で12勝、うん、でこう新人王だね、はい、で20年が56試合ね、あのリリーフで投げて52試合、うんうん、で21、22と沈んでるからね、はい、ちょっと頑張んないと、うん、高橋玲もね、高橋純平も、はい、近藤の人的保障とか、そう、その時に ね、もしかしたら外れるんじゃないかっていう、ね、うん、って言われてたからね、うん、でもここで頑張っていかないとね、はい、この2年がなかなか結果残せずというところだと、だからここ今年が勝負なのよ、うん、高橋玲もね3年連続でっていうのはね、うん、アンダースローはいいこう、ね、アクセントになるからね、うん、そういった意味では頑張ってほしいね。そうです、貴重な存在ですよね、うん、で続いてが、はい、キャッチャーの、うん、海の空気です。はい、2人です。はい、これは頑張んないと、うん、まあ、海の選手ね、はい、今年が26歳、4年目、いやすごい期待されてキャッチャーとしてね、空気選手、はい、今年25歳、7年目、うんうん、これ頑張んないと、はい、なんて言っても
ミネイが来たからね。そうですね、甲斐ミネイが、うん、だって要はミネイをね、うん、FA で取ろうってしてる時点で、はい、もう海野とかクキに期待を高く持ってないってことでしょ、うん、球団が、うん、まあ、だって普通で言えば甲斐の後その海野とかね、うん、クキとかのこの若い世代が今度は甲斐と入れ替わりにレギュラーになっていく構想で多分ドラフトで取ってきてると思う、うん、でそこがもし安定的に、まあ、何かあったらもう任せていけるなっていう信頼感あったら、うん、ミネイとか取ってきてないと思うのよ。そうですね、だそこの信頼感がないことによって、うん、もう崖っぷちだよね、はい、でこのねバッティングがいい渡辺陸、うん、ね、去年20試合出て、はい、ホームラン3本2割7分3厘ね、打つ方いいから、はい、3番目とかで置いときたいよね、うん、練習試合とかでもいい活躍を、ね、そうそうそうしてた気がしますよ、うん、であと外野を守れる谷川原ね、うん、そうなってくるとよ、はい、ちょっと危ないじゃん。しかもその20歳のね、うん、3年目牧原浩太もいるわけじゃん。そうですね、なったらよ、うん、この海野とこの久喜の立ち位置の低さが頑張んないとやばいじゃん、うんうん、そうですね、うん、でも甲斐選手とその峰選手がまあちょっと30とかそのあたりじゃないですか、年齢的に、うん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 、でその久喜選手、海野選手がまた24、25とかそういう年代なんですよね、うんうんうん、この5年っていうのはそんなに関係ないですか。関係ないよ、多分だって甲斐35でもやってるじゃんバリバリ、もう30になるじゃん。そうですね、10ぐらい空いてるといいんだけど、うん、はい、5とかはもう 5ぐらいの人たちは2番手でもガッていないと、うん、そうですね、うん、私もう そうかあの30、31で2人いたらもうそこが2人でこういかれると、そうで何かあったらバッティングに渡辺とかね。そうですね、20ね、まだもうちょっとなので22とかかな、うんうん、で20歳の牧原とかで外野もできる谷川みたいな、うん、でキャッチャーしかできない2人みたいな、うん、ちょっと危ないじゃんね、頑張んないと。ちょっと危ないですね、うん、頑張って、ここ正念場だね、気合い入れて、かなりの、うん、気合い入れていかないと。ですね、うんうん、で続いてがね、はい、上林です、うん、この前ね、オープン戦とはいえ、はい、系統のノーヒットノーランされかけたけど、それを阻止した上林、うん、いや去年もあれ怪我しなかったらな、うん、言ってたけどね、うんうん、でもよ、柳町、はい、上林とか、うん、去年良かったのが、はい、なんと、うん、近藤、槙原、うん、柳田、うん、なしみたいなポジション、はい、ね、正木選手とかも出てきたけど、そうだからベンチ枠をかけただけど、うん、ね、そこ本当頑張っていかないと、うん、ベンチにも入れなくなっちゃうから、はい、やっぱ怪我したの痛かった。柳町も出てきたからな、それによって去年ね、だから栗原とか怪我したり上林怪我したけど、そこにね、正木とかこの柳町とか、野村勇とかが入ってこれたから、うん、でまたそこで結果出してそう熱くなってんだけども、うん、ちょっと上林は頑張んないと、はい、ちょっとこう崖っぷちだね。そうですね、うん、で続いて、はい、リチャード、あー確かに、ここのこの2年で頑張って、うん、結果残せなかったから、うん、結局三塁に栗原来ちゃったじゃん、はい、でガルビスとか、うん、アスディーヨとかね、うん、まあ、出てくるわけで、また、はい、イヒネもね、うん、ルーキーでも来たしね。そうですね、ちょっとリチャードがゲップしたね、うん、期待されてるうちに頑張んないと、はい、やっぱ期待される選手って変わっていくから、うんうん、順番が下がっていっちゃうよね。そうですね、うん、いい選手が多いだけにちょっとこうね、出られないでいるともうそのままガーって下に下がっちゃいそうですからね。そうなんか当たったらすごいけどっていうのはね、みんなだからね、はい、どれだけ当てれるかが勝負だから、うん、そういった意味ではちょっと頑張んないと、はい、ポテンシャルあるだけにな、うん、すごくなるかもしれないし、すごくなくなるかもしれないけど、うん、すごくなる可能性あるからね、はい、で一回もうどっかで大当たりしたら、うん、そのまま来るかもしれないですね、調子こいたらグワッていく可能性あるから、うん、そういった意味では、でも頑張らないと本当ポジションなくなるからね。はい、そうかけっぷちだね。わ、じゃあ続いて袴田スコープ。はい、袴田スコープ。これはなんか今年ブレイクしてほしいとかそういうんじゃないんですけど。あ、静岡の選手ですか。違います。違うんですか。違います。ええ、今回ちょっと2人選んでるんですけど、はい、もう個人的にすごく頑張ってほしい選手。うん、はい、武田翔太投手。もう噛んだっすね。もう噛んだからもうこうつまずいたな今。武田もそういうこと言わないでくださいよ。武田翔太投手、私はやっぱすごい頑張ってほしいんですよ。好きな、うん、好きとかじゃないけど好きなんとか言われても、いやそう、ピッチャーとしていい、すごいいいと思いますよ、うん、今年30歳。そうなんですよ、うん、でも
14勝15勝ぐらいした年が確か 2年ぐらいあったはずなんですよ。そう、15年13勝16年14勝そうですよね、うん、でもそっからもうほとんどものすごいポテンシャルだと思うんですよ、うん、でなんかその勝ってた頃にもう、うん、あらゆる解説者の方とか、うん、先輩の次期アナウンサーの方とかもう武田投手の球にもう見惚れるみたいな、うん、もうすっごい褒めてて、で私もなんか、うん、なんだ力感のないあの投げ方すごい綺麗だなと思って見てたんですけど、うんうん、なかなかこのところなんかちょっと故障しちゃうからね、怪我とかがあって全然出てこられないので、うんうん、そろそろまた10勝するぐらいの復活を遂げてほしいなという、うん、だって書いても今季はコンディションを整え年間を通じてチームの戦力になりたい、そう、もうなそういう感じになっちゃってるじゃないですか、だから今年はまあ復活して2桁勝てるぐらいの活躍を、まあ、戦艦もいないからね、そう、だから先発枠っていうのがちょっと空くじゃないですか、ね、そこにストライク先行すればいいんだけどね、うん、ボール先行するとねちょっとややこしいよね、で入ってほしいなというね、うんうん、はい、そんな期待があります、はいはい、でもう一人、うん、泉投手、お泉投手は去年もね、うん、大泉泉小泉泉単体単体もう誰もが知ってる泉投手ですよもうでもあのなんか去年 の、うん、あのなんか涙を見たら、うん、今年はそのあのなんか周りの子がやというか声をもう黙らせるぐらいの、うん、もう55試合ぐらい、ね、ちょっと体細いですけど、うん、55試合ぐらい投げてもうやっぱり俺がいてのまたソフトバンク優勝だぞぐらいの活躍を見せてほしいなと思います、うん、まあね、安定して投げてきてるからね、そうです、毎年ね、うん、去年はね、うん、高めね、うん、山口にライドスタンド入れたんですよ、うん、ね、もうあのなんか自分で歩けないような、うん、あのこうなっちゃった姿なんかすごい、私もあれすごいなんか感情移入してちょっと泣いたもんな、あれ、そうだ、はい、涙とかない人ですもんね、いや佐藤さん意外と泣きますよね、うん、でもそういうのじゃなかった、そうじゃないですそうだろうなと思いますまあでもね、はい、泉とかも頑張ってリリーフ陣熱くなったら本当リリーフをローテーションできるからね、うん、そうですね、うん、オスナ、モイネロイでね、勝利の方程式2パターンみたいな、もう2パターンできたら、うん、もう先発は6回まででいいよと、はい、あとまあ、あの方程式も2パターンあるから休ませながら回しますよって、うん、最強じゃんね、最高ですね、うん、日替わり勝ちパターンみたいな、そう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 、うん、いや頑張ってほしいね、はい、まあ、そうか、ついだけにね、そうです、安定したらすごいけど、うん、落ちる時もすごいっていうね、うん、この球団内競争厳しいからね、はい、うん、いやでも主力があんだけ抜けて戦えるチームだからもうちょっと層の厚さは尋常じゃないですよ、そうですね、はい、俺もどうにかして50億円もらえんかなと思って50億円今度は今度選手の